島刑事は、第15代 NHK 会長、元 NHK 政治部記者。栃木県上津賀郡足尾町出身。東北大学文学部美学科卒業後、1952年4月、NHK に入局。初認知は、NHK 盛岡放送局。政治部記者となり池田隼人の総理番記者となり、その後、高知会を担当。1973年。 ニュースセンター次長となり、1973年9月に、放送総局副総局長の堀尾潮の指示の下、報道番組部長として、1974年4月、ニュースセンター9時、1976年4月に、NHK 特集をスタートさせる。1976年、アメリカ総局長、1977年、放送総局主幹。 1978年、報道局次長。1980年、報道局長、県放送総局副総局長などを経て、1982年理事、1980年専務理事、1988年副会長、1989年4月に会長に就任。その後、1991年に、長田町、霞が関。 丸の内界隈の権力闘争と NHK 内部の権力闘争がリンクしていき、結果として1991年7月に会長辞任。辞任後、既存メディアでの情報発信の場を奪われたことを機会に1994年6月インサイダー、編集長の高野武史と共同で島メディアネットワークを設立。新聞や放送じゃわからない日本。 つまり霧のかかった日本、わかりにくい日本の霧を晴らす情報にウェイトを置いて発信することに挑戦するためインターネットポータルサービスの普及が浸透していなかった時代にニュースウェブサイトを設立。1996年6月23日、急性呼吸不全のため68歳で死去。1960年、島はフランクリン・ルーズベルトの例に倣って、 当主の演説会をテレビでやろうと発案、その企画実現に奔走した。当時は立ち会い演説会が一般的であった。マスコミ嫌いで知られた池田隼人首相と懇意だった関係で、これからは政治家もマスコミに顔を出して、直接国民と話さなければダメですよと何とか説得。これにより民社党委員長、西尾上広。 日本社会党委員長、浅沼稲次郎も出ざるを得なくなり、三党による党首立会演説会が実現した。これが1960年10月12日、日比谷公会堂で起きた有名な浅沼稲次郎暗殺事件があった立会演説会である。当日の島は、官邸記者クラブの招待で、川崎球場に日本シリーズを観戦していて、事件を、 ラジオで知り、慌てて、総理大臣官邸に着くと、池田から、お前が余計なことを企画するから、偉いことが起こったんだぞと怒鳴り散らされたという。NHK は、浅沼視察の瞬間を、直後のテレビニュースで放送した。これは一国の高等の党首が、公衆の面前で暗殺され、その映像が、全国に伝わるというテレビ報道にとって一つの、エポックとなった。 高知会の番記者を長らく知ってたこともあり、田中角栄をはじめとする政治家と信仰を深め、自由民主党と強いパイプを築き、自民党の代理店と呼ばれた。アメリカ総局長に移動されたが、そうした経験を生かし、テレビの演出を変革した。アメリカ流のキャスターを使ったニュースショーや職域を超えたプロジェクトによる大型ドキュメンタリー番組を作った。 1981年2月4日、いわゆる、ロッキード、ミキ発言カット事件という、ニュースセンター9時で放送を予定していた特集、ロッキード事件5年、田中角栄の光と影で、政治関連部分の一部が突如業務命令で、放送中止になるという事件が起きた。この事件を利用して自分に敵対的な人物で、 日本放送労働組合委員長だった上田明の派閥というレッテルを貼ることで一掃したと言われている。この事件を機に島は NHK での主導権を確立した。強いリーダーシップを発揮し、浅間山宗事件では長時間中断なしの放映を決断させたと言われる。1989年4月 NHK 会長に就任以後、 NHK 経営委員会委員長で住友銀行の頭取りであった磯田一郎と組んで商業化路線を推進した。また、島は他方で NHK の組織を抜本的にスリム化する構想も持っており NHK 教育テレビジョンやラジオ第2放送を削減しようとした。また、報道を除く番組制作部門はすべて 番組制作会社へ外注すれば良いという方針で、組織改革の中で番組制作局の部をプロダクションと解消した。ありがとうございます。